試した。どうだったかはこれから俺たち二人で確認ってところだ。ということで行こうぜ。裏山。ただの夢じゃないけどなと思うんだけど、夢に出てきたのは俺の昔だった。そして俺は昔の俺の姿で行動したんだ。とりあえずは確かめてみりゃわかる。本当はお前も知ってることを変化させたかったんだけど、無理そうだったから諦めた。夢の中って言っても行動力は現実と変わらないからな。だから国見が証人になれるわけじゃないけど、まあ気にしてたみたいだから。マージの見せる夢って変は変なんだよ。夢って普通支離滅裂だろ。マージの夢はそういうところが全然ない。鮮明なんてレベルじゃない。はっきり言って現実そのものの現実感があったんだ。寂しいもんだな、誰もいない。見晴らしはいいけど、俺昔はたまに遊びに来てたんだよな、ここに。ああ、やべ、緊張してきた。競争で用意ドンの時みたいだ。俺は一般的な青春からは程遠い人間だからな。だから誰か女子に告ったりはしない。でも一般的じゃなければいいんだ、俺は。ま、いいや。マージに本物の効果があるかどうか裏山で確かめられる。とりあえず俺は。国見、嘘じゃなかったみたいだぜ。マジ本物だったみたいだ。本当、本当だったんだよ。
これ、これ見ろ。だから俺が夢の中でこの木にあんな風に文字を彫ったんだよ。そうで、その夢は俺の過去なんだ。テストはもう一個ある。ここだ。取っかかりみたいなのがあるだろう。夢の中で登っていったんだよ。平気平気、そんな高い場所じゃなかったはずだ。とりあえずはだ。お前の目から見て飛び降りたら足が折れるくらい高いか？おかしいな。一箇所だけじゃ足りないかと思ってこっちにも印を残しておいたんだよ。ああ、なかった。場所は間違いないと思うんだけど。おいおい、夢を見たのは今のことだぜ。けど木にはあるのに、どうして崖の方にはないんだろうな。こう、登っていったんだよ、スルスルと。だから、夢の中じゃ俺は昔の姿をしてるんだって。大変だったんだぞ。そのせいなのかどうなのか、落っこちたくらいだし。思い出したら冷や汗が。なんせ夢って言ってもリアルそのものだからな。痛みも直球だ。ボキッと骨が折れて、
ああ、で、夢が終わった。地獄だったから助かったぜ。え？ああ、それもそうか。人生において足を悪くしたことはないな、俺の方は。どうなってるんだろうな、これ。ああ、変だよな。ああ、そう思って崖の方は違うやり方にした。夢の中の俺はガキであってガキじゃない。それぐらいの知恵はあるからな。釘とトンカチ持ってきて思いっきり打ち込んだんだ。でっかい釘だぜ。最後の一打でその反動で落っこちたわけだけど、まあいいや。とにかく俺は信じることにするぜ。マジだよ、こんな夢みたいな話まずは信じないとやってられない。そう、どっちかにかけるしかない。お前はどっちにするよ。もし買いに行くなら付き合ってやるぜ。夜中電話してくれれば。それじゃあ買い物に行きましょうか。通りさん、日曜日も塾だったっけ？ことは、ゆきえさんと二人きりで食べているのかな。味もろくにわからない食事になるような気がする。うん、それに三木村さんも人としては好きになれないけど、気の毒な感じはする。何が食べたい？シタビラメのムニエル。それはちょっと難易度が高いわね。え？じゃーん、私でした。シタビラメはちょっとな。普通のじゃダメなの？鮭とか。エマちゃん、私心の友の千尋ですよ。いきなり出てこないでよ。ひどっ。夕飯の相談、私も付き合っていい？付き合っても多分面白いことなんかないと思うけど。
達と歩くんだもん。楽しいと思うけど。まあ、そうか。じゃ、行きましょうか。お二人さん、仲いいね。兄弟はね、仲がいいものなの。そうなの？私もやっていい？両手に花でしょうが。道行く人の視線が痛いわ。遊びに行っちゃったみたい。まあでも大丈夫だと思うんだよね。サンデって賢いから。いくら賢くてもあの小さな体だからどうかな。うん、まあそうなんだけど。でもやっぱサンデーがいないと寒いなりね。色の好みなんか関係ありませんけど。寄せ鍋でもいいよ。関係ないってば。どうしたらいいんでしょう。不思議な磁力があるから、まあ大丈夫だよ。